伊藤早太は愛知県瀬戸市出身のプロ野球選手。宇藤左だ。小学1年時から野球を始め、投手、遊撃手としてプレー中学時代から外野手を務める。中京大中京校への進学後は、1年秋からレギュラーに定着すると、2年時の秋から4番を務めた。3年生夏の全国大会には、 愛知県予選決勝で愛工大名電工に敗れた。高校通算で29本塁打を記録した。野球部の2年後輩に堂林翔太がいた。慶応義塾大学環境情報学部に進学後は、1年春から東京六大学野球のリーグ戦に出場する。2年時には、春のリーグ戦からレギュラーに定着。規定打席不足ながら、打率。 345を記録した。秋のリーグ戦で4番に抜擢されると、リーグ5位の打率、326を記録。3年春のリーグ戦では、早稲田大学1回戦で、斉藤裕樹から3塁打、2回戦では、福祐也から本塁打を放った。さらに、リーグトップの12打点を挙げて、チームを11期ぶりの優勝に導いた。4年時に、首相へ任命。 春のリーグ戦では、打率40、405.4本塁打、17打点という、好成績で、2期連続の優勝に貢献した。慶応義塾大学時代その一方で、大学3年の夏には、第5回世界大学野球選手権大会の、日本代表に選出。全試合で4番打者を任されるとともに、3本塁打を放った。 2011年の NPB ドラフト会議で、阪神タイガースから一巡目で指名。契約金1億円プラス出来高5000万円、年俸1500万円という条件で入団した。背番号は51。2012年、春季キャンプのスタートを一軍で迎えた。右手首痛を発症し、右手首のガングリオンの戦手処置を受けたが、軽傷だった。オープン戦では、 16試合の出場で打率、154、0本塁打、1打点と不振だった。しかし、レギュラーを抑止のマット・マートンが、公式戦の開幕直前に故障で戦線を離脱。開幕直前にシアトル・マリナーズを呼び、オークランド・アスレチックスとの日米親善試合で2試合連続安打を記録するほどにまで復調したことから、開幕も1軍で迎えた。 横浜 DNA ベイスターズとの開幕戦では8番右翼手としてスタメンに起用された。阪神の新人外野手が1軍の開幕戦でスタメンに起用された事例は1972年の持月光以来40年ぶりであった。もっとも、 開幕カード2試合に6打席で5打数無安打3、三振という結果に終わったため、マートンの復帰に伴う格好で4月2日に出場選手登録を抹消された。7月15日に再び出場選手登録されると、7月17日の対読売ジャイアンツ戦では、7番、中堅守としてスタメンで出場し、5回表の打席で1、群発安打を放った。 7月19日に開催のフレッシュオールスターゲームにもウエスタンリーグ選抜の一員として出場した。さらに9月27日の対東京ヤクルトスワローズ戦では5回表に四万塁で迎えた打席で松井航海から満塁本塁打。一軍公式戦35打席目で初本塁打、初打点を同時に記録した。 一軍公式戦の初本塁打を満塁本塁打で記録した阪神の新人選手はプロ野球創設年の井上良平に次いで二人目である。ただし一軍公式戦では通算22試合の出場で打率148、1本塁打、5打点という成績にとどまったため11月30日には推定年俸1400万円で契約を公開した。 阪神にドラフト1位で入団した新人野手が1年目に球団からの原報提示を受けて契約を公開した事例は球団史上初めてであった。2013年2月26日に京セラドーム大阪で開かれた WBC 日本代表との強化試合に阪神の9番左翼手として先発出場。回裏の第打席では 枠井秀明から決勝点となる先制の敵地打を放った。しかし、6回表の守備で坂本隼人の打球を追って前進した際に遊撃を守っていた上本博則と交錯。伊藤は打球を補給したものの、左学部を打撲した。軽傷であったため離脱はしなかった。オープン戦で校長を維持したため、公式戦では2年続けて、 開幕を一軍で迎えた。4月3日に一旦登録を抹消されたが、開幕から、レギュラー右翼手として出場していた、福留光介の故障、戦線離脱を機に、主に右投手が先発する試合で、8番右翼手として、スタメンに起用。24歳の誕生日にあたる5月8日には、東京ドームの巨人戦で、8回表に、 沢村拓一から0から0の均衡を破る2点本塁打を放った。同月後半以降は1軍と2軍を何度も往復。7月にウエスタンリーグの月間 MVP を獲得したが1軍では2年連続で打率1割台1本塁打に終わった。しかし周期キャンプでは新任の掛布正幸ゼネラルマネージャー付け育成 打撃コーディネーターからの直接指導によって打撃海岸の兆しを見せた。2014年春季キャンプからオープン戦の序盤までは好調だったが不審に陥り3月中旬に2軍へ降格。降格直後には教育リーグの試合中に右手の甲へ支給を受けてこの影響で公式戦の開幕を2軍で迎えた。ウエスタンリーグの公式戦では57試合の 出場でチームトップの打撃成績を記録。7月1日にシーズン初の出場選手登録を果たした。レギュラー中堅守のヤマトが故障で戦線を離脱した。同月下旬からは右投手の先発が予告されている試合を中心に中堅守として連日スタメンに起用。8月8日の対広島東洋カープ戦では一軍公式戦で自身初の投塁と 猛打賞を記録した。結局、一軍公式戦では52試合に出場。打率、294、2本塁打、12打点という成績を残した。シーズン終了後には、11月11日に、甲子園で開かれた、日本プロ野球80周年記念試合に、阪神、巨人連合チームの、6番、左翼手として、スタメンで4打数1アンダーを記録。 11月22日の契約交渉では、2年連続の、原稿提示から一転して、推定年俸1500万円で契約を公開した。2015年、オープン戦では、2月21日の対 DNA 戦9回表に、代打でこの年のチーム第1号本塁打を記録。公式戦では、開幕直後の4月14日に、シーズン初の出場選手登録を果たした。 登録後は、右投手相手の代打や、右投手の先発が予告されている試合のスタメンとして、一軍公式戦で活躍。6月3日の対チバロッテマリーンズ戦での、ヘッドスライディングで、左手の親指を痛めたため、翌6月4日に登録を抹消されたが、8月14日の、再登録以降は、シーズン終了まで一軍に帯同した。レギュラーシーズン全体では、 一軍公式戦で自己最多の63試合に出場するとともに前年と同じ本塁打数と打点数を記録通算打率は2 5十にながら代打ではチームトップの打率を残したシーズン終了後の11月21日には推定年俸1700万円で契約を公開している二千十六年春季キャンプでは主力選手中心の 沖縄組に選ばれていた。しかし、キャンプインの前日に、現地での自主トレーニングで右肩を負傷。2月1日に、大阪府内の病院で精密検査を受けたところ、右肩関節唇の損傷と診断された。5月中旬に、実戦復帰を果たすと、6月15日に、シーズン初の出場選手登録。一軍公式戦全体では、 29試合の出場で本塁打と三塁打を一本ずつ放ったものの打率が245に止まった。2017年春季キャンプを若手選手主体の秋組で過ごすとオープン戦にも出場の機会がないまま公式戦の開幕を2軍で迎えた。しかし上スタンリーグ公式戦では開幕から17試合へ出場した時点で打率。 356、2本塁打、10打点を記録するなど打撃が好調。後に、代打要因として1軍に昇格すると、昇格初日の対広島戦5回裏に、代打でシーズン初安打、5月19日の対ヤクルト戦6回表に、代打で石山康七から、シーズン初本塁打を放った。以降のシーズンには、一軍と二軍を往復しながらも、一軍公式戦で、 主に代打へ起用。8月6日の対ヤクルト戦では、1点ビハインドの7回裏に、シーズン2本目の代打本塁打を、石山からの3点本塁打で記録した。8月下旬から代打で11打席連続無安打に、陥っていたが、9月10日の対 DN ウェ戦で、6から6で迎えた9回裏に四万塁から代打に、起用。プロ入り後初めてのさよなら安打を、 三上智成から放つとともに、チームを前日の同カードに続くサヨナラ勝利に導いた。2018年、プロ入り後初めて、シーズンを通じて一軍に対等。一軍公式戦では、自己最多の96試合へ出場するとともに、打率、247、1本塁打ながら自己最多の13打点を記録した。この年も、代打で本塁打を記録したが、 23試合でスタメン出場を果たしたほか、後半戦には、星座抑止の福留光介、星右抑止の糸井義雄が欠場する試合などで、クリーンアップに随時起用。一軍公式戦で初めて3番打者を任された7月25日の対広島戦で、決勝打を放ったり、8月25日の対巨人戦、9回表の打席で、 チーム31イニングぶりの長打を2塁打で、記録したり翌日には8回表の打席で、右翼フェンス直撃の敵時3塁打を放つなど、スタメン起用の試合でも、打撃で、勝負強さや、長打力を発揮した。2019年、春季キャンプを2軍で過ごした後に、オープン戦の序盤から1軍へ合流したが、中盤以降は2軍生活に終始。 ウエスタンリーグでは公式戦83試合に出場したものの打率218、1本類だと振るわず入団後初めて一軍公式戦への出場機会がなかった2020年3月26日に新型コロナウイルスの感染が確認された3月中旬すでに感染が確認されていた藤波慎太郎や同時刻に感染が確認された 長坂県渡るらと共に食事をしていた。このことで伊藤と同居の妻と見られる30代女性の感染が確認されている。2年連続で一軍出場なしに終わり、11月4日に戦力外通告を受けたが、伊藤は現役続行を希望したため、合同トライアウトに参加した。12月28日、自身の YouTube チャンネル、 伊藤早田の独断場を解説した。2021年1月22日、四国アイランドリーグプラスの愛媛マンダリンパイレーツと、球団初の選手権人コーチとして契約することが発表された。3月27日の前期開幕戦で右肩を痛め、前期はコーチ業へ専念。後期の8月6日の試合から復帰したものの、後期は安打を記録できず、 選手としての試合出場は6試合にとどまった。シーズン終了後の11月11日に、2022年シーズンも選手権人で、コーチに留任することが発表された。鋭いスイングスピードと長打力に加え、遠投110メートルの強剣に50メートル走6.0秒台、一塁到達4.0秒台の瞬速を備える。高校時代は、 総力のある高打の外野手という評価だったが、大学進学後に、長打力を開花させた。プロのスカウトからは、高橋義信のタイプに近い、技術の高さが飛距離を生むタイプの打者と評され、大学時代の監督で、プロ野球経験者の江藤正造や、現役時代伊藤と同じ左打ちだった掛布からは、広島東洋カープから阪神へ移籍した、当初の金本智明に例えられている。 打席での集中力の高さが特徴。伊藤自身は、どの打席でも無心でいることを理想に挙げている。特に、大学3年秋のリーグ戦優勝決定戦で、迎えた打席では、完全に集中していました。独特な雰囲気の中で冷静に吸収を感じ取ることが、できたという。ちなみに、阪神入団後の一軍公式戦でも、 2014年、2015年、2017年、2018年に、代打で、本塁打を放っている。黒田博樹や前田健太が広島に在籍していた、時期には、二人との相性が良く、どちらかの投手が先発する試合に、スタメンで起用されることも多かった。2015年4月25日の対広島戦では、自身のシーズン初本塁打となる二点本塁打を、放つなど、 黒田から3打席連続でアンダを記録。シーズン2さんでも7打数4アンダという成績を残した。前田に対しても2014年に7打数5アンダ2015年に11打数3アンダを記録している。課題は外野の守備とされる。2014年 WBC 日本代表の強化試合で浅いフライを追って上本と激突。 一軍の公式戦での出場機会が増えるにつれて、打球に対する反応や判断の遅れが目立つようになった。24歳のバースデーアーチを放った試合でも、アーチを放った直後の9回裏に二度のミスで同点に追いつかれることもあった。試合後には、下手くそなだけです。ああいうことをしていたら試合に出るチャンスがなくなるという、自責のコメントを残した。もっとも、 阪神への入団以降、一軍公式戦での失策は、同年に記録した位置のみに留まっている。名前の由来はウルトラマンに登場する、早田隊員から。阪神タイガースに在籍していた時はファンからは、チーム名に引っ掛けて、ウルトラマンと親しまれていた。趣味は読書で、特技は暗記。高校時代には表情平均4.8を残すなど、 学業でも優秀な成績を収めた。阪神への入団1年目から3年続けて、母校、境内の先輩であり、ライバルチーム、巨人の外野手だった、高橋義信の自主トレーニングへ参加していた。その一方で、2018年のシーズン終了後には、単身で渡米。視野を広げることで人生の勉強につながるという理由で、この年の途中に、 阪神へ入団したエフレンマバーロとの合同自主トレーニングをロサンゼルスで観光している。大学時代にチアリーダーとして活躍していた同級生の女性と在学中から6年観光際した末に阪神入団後の2015年12月23日付で結婚を発表した。ありがとうございます。